中二のあの図形の範囲丸々抜けてますみたいな。あなるほど。とかだと、うん、これはまとめ系の参考書でやるとかえって効率が悪いわけですよ。これ2つあるんですよ。お、僕ちょっとこう当ててみてもいいですか。いいですよ。自由自在と、うん、武田塾チャンネル。もう入試本番ですよ中森先生。始まっちゃいましたね、はい、もう僕はもうセンター大失敗して、もうめちゃめちゃこの時期落ち込んでましたから、はい、もうそれでもやっぱ自分を信じて、うん、今まで教えてくれた先生方を信じて僕は最後まで入試突っ切りました、うん、そしたらうまくいったんで、はい、そういうわけでね、もしなんか直前期だけどね、悩んでることとか相談したことあったらね、はい、もう本当にギリギリだけどぜひ相談してくれればと思いますので、はい、そんな受験生の悩みに答える番組は受験相談 SOS。 わかりました。はい、今回の質問ですか。今回の質問はですね、はい、今数学の基礎問題成功をやっていますが、うんうん、中学数学に穴があってつまずくことが多いですと、うんうん、中学数学を短期間で復習するのに適した教材は何でしょうかと。なるほど。質問です。うん、うん、そうね、これ2つあるんですよ。お、僕ちょっとこう当ててみてもいいですか。いいですよ。自由自在と、うん、ニューコースですか。どっちも外れですね。ダメだもん。というか別に、まあ、ニューコースは近いっちゃ、まあ、ニューコースでもいいかなって感じなんですけど、はい、簡単に言うと2種類あって、はい、1年生から3年生のやつを1冊でまとめてるやつと、はいはいはい、学年ごとに1冊ずつになってるやつがあるんですよ、はいはいはい、で、本当に穴は大してないんだけど、はい、簡単に確認したいって人だったら中1から中3までの内容を1冊でまとまってるやつでいいと思うんですね。おお、なるほど。まとめ上手ってやつとかがあるんですけど、はいはいはい、だそれが1から3って中1から3ってなってて、もう要は1冊でスパッとまとめられるみたいな、はい、なるほど。ところがですね、これが学力が中1ぐらいで止まってますみたいな状況だったりすると、うん、中2の図形の範囲丸々抜けてますみたいな。あ、なるほど。とかだと、これはもうまとめ系の参考書でやるとかえって効率が悪いわけですよ。だったらそれはもう普通に中1から中3まで1冊ずつ仕上げた方がいいわけですよ。その時は何使います。だその時だったら今言ったそのニューコースとか、武田塾だとよく使ってるのは定期テストの対策は。ああ、あれですね、うん、なるほど、うん、そうです。で、自由自在は結構やっぱ問題の難易度高いじゃないですか。あれ割と高校受験向きではありますよ。中学内容で確認したいのって公式とか基礎問題のレベルだと思うんですよ、うん、別にその高校受験やりたいわけじゃないから。確かに。そう、うん、最低限の基礎さえ確認できない、要するに学校の授業とか教科書でやるレベルの内容が抑えられればいいなら、やっぱそれそういうものがいいと思うんですね、うん、で、どのぐらいの期間でやれるかって言ったら、そのさっき言ったまとめ上手みたいな参考書だったら、はい、まあ、1冊で終わるから、それこそ数週間で終わると思うんですよ、うんうん、もう1ヶ月かかんないで全然終わるとは思うし、で、その定期テストの対策枠とかミニコースみたいなものだったら1冊につき大体2週間から3週間ぐらいだと思うんですよ。なるほど、うん、だから、だけど3冊やる必要があるかどうかって言われると、中1数学ができないやつはそれは3冊やる必要があるんだけど、まあ、やっぱり人によっては中2の途中からとか中3のこの部分だけみたいな感じになるんだったら、まあ、実際もっと半分以下の時間でできたけど、でも全部やったって2ヶ月ぐらいで終わるわけですから。そうですね、うん、そう考えるとあっという間ですよね。そう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 、うん、実際やっぱその中学内容ってだけだったら勉強量ってそんなに多くないからちゃんとやればだからね、もちろん。そうですね、はい、うん、なのでそれは自分 の, その復習する量というか、はい、抜け具合でどっち使うべきか判断してほしいかなと、うんうんうん、まあ、それが判断つかないっていうなら一旦まとめ上手でやってみて、明らかにもう成果率低いぞみたいな、うん、とあったらそこだけをこう学年ごとになってるやつで、うん、確認するとかがいいんじゃないかなっていうところですかね。なるほど、うん、なので今自分がどれぐらい中学レベルできないのかっていうのをまず判断して、はい、そこで使うものを決めてみましょう。はい、はい、で今回の質問は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらからご用意の校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。